こんにちは、こじこじです。今回はハードオフでジャンクで購入しました。こちらスーパーファミコン用のプロアクションリプレイジャンクということで540円で購入しました。購入後インターネットを調べていて分かったんですが、スーパーファミコン用のプロアクションリプレイはその当時生産数が少なく復刻もされたそうなんですが、現在はプレミア価格になっているようです。スーパーファミコン用のプロアクションリプレイ、こちら側は通常のスーパーファミコンと同じような形状になっています。で、こちら側にねスーパーファミコンのソフトをさせるようになっています。スーパーファミコンとスーパーファミコンソフトのね間にサンドイッチして使うような感じになります。そしてこちらにねスイッチがあるんですが、3段階で切り替えが可能です。一番下でサーチモード、コードなどをね探すことができるそうです。で、真ん中でオフモードということで通常プレイが可能らしいんですけども、通常プレイするのにねこのアクションリプレイつける必要があるのかなと、僕はちょっとこのねオフモード意味が分かりません。そして一番上で、はい、コード使用モードということです。それでは早速スーパーファミコン用プロアクションリプレイ動作確認していきます。まず最初にこちらのスイッチをね一番下のサーチモードにします。そしてスーパーファミコンに、はい、セットします。さらにこの上にねソフトを挿します。今回はファイナルファイトガイをね使用します。一番手前にあったからです。すげえ適当な理由なんですけども、はい、これで電源を入れます。電源オン。はい、このような感じでプロアクションリプレイのね画面が出てきます。バージョン 2.h のようですね。今回はまず最初にコード入力モードを行います。このような感じでコード入力画面が出てきます。インターネットを今回使用してねコード調べました。コードを入力してこのような感じでね大量にコード一気に入力できるようです。今回はこの一つを入力することによって無敵モードになります。それではゲームスタートですね。ゲームスタート。はい、このように普通に始まるんですけども、一回リセットボタンを押してコード使用モードにして電源を再度入れます。で、このままゲームに戻るだと思います。使い方、正確な使い方説明書がないのでちょっとわからないんですけども、これで無敵モードになっていると思います。はい、せっかくなのでガイを使います。はい、パンチがね全く当たってません。無敵モードですね。もうひたすら俺強いができますね。続いてサーチモードを使用していきます。電源オン。こちらのトレーナーモードですね。トレーナーモードに入ると人数奇数サーチ、時間タイマーサーチ、エネルギーサーチ、パワーアップデータサーチ、テクニカルサーチの項目があります。とりあえず人数奇数サーチを使って、何機ぐらいにしよう、10機いや99機設定して決定をしますと、はい、なんかスキャンされたようで、ああちょっと失敗したみたいですね。失敗してる。奇数を99機にしてもう一回、なんか失敗してるっぽいな。とりあえず10機でもう一回やります。はい、ということでね多分スキャンできたと思います。データ表示をしますとこのようにねデータが表示されます。 7F048 ですね。うわ、長いすごい長いんですけども、これでねサーチができたということだと思います。ちょっとねこのサーチモードの使い方が今一つ分かりません。ということで今回はスーパーファミコン用のプロアクションリプレイ動作確認できました。最初このプロアクションリプレイどう使っていいのか分からなくて、
これ単体でねスーパーファミコンにガチャって刺してコード打てるのかなと思ってやってたんですけども、全然できなくて、さらにねソフト刺してガチャって刺しても全然読み込まなかったんですよ。で分解して接点復活スプレーで綺麗にね磨いたところ、無事ね読み込むようになりました。ただちょっとね接触が悪いのか、まあ、コメント欄にもね書いてあったんですけども、こちらのスイッチ切り替えるときにガーってバグってしまったりするんですけども、まあ多分ね仕様だと思われます。ただこちらを使うことによって無敵モードでねプレイできたり、残機をね99までできたりできるということでね、子供の頃クリアできなかったゲーム、こちらを使ってねクリアしようかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。前回同じくハードオフでジャンクで購入したスーパーファミコンソフト動作確認実況プレイしたので、まだ見ていない方いらっしゃいましたら、こちらにね動画があるのでよかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。